このビデオはヤンマー陽動もみすり機 ACH500 ACH600 をお客様のところへ正しく納品セッティングを行うための方法を説明しています。正しく理解し確実に実行してください。でははじめに契約時に確認しておく項目をご説明しましょう。まずは家屋の大きさ、作業場の広さの確認です。特にもみすり機を設置する場所を確認し、設置するための条件が揃っているか確認します。また周辺機器との位置関係などもチェックします。電源の確認も重要です。 ACH500、ACH600 は3層 200V の電源を必要とします。必ず現在使用されているもみすり機の電源と空き容量を確認しましょう。では実際に正しい納品の手順を説明しましょう。お客様のところに到着するとフォークリフトで作業場に運びます。この時のポイントはご覧の銘板の矢印がフォークの中心に来るように差し込み移動することです。まずは作業場の広い場所に移動。ここで使用前の準備をします。ACH600 は梱包ビニールと鉄枠を取り外します。ACH500 は囲いの鉄枠を外してからビニールを取り外し、残りの鉄枠はキャスターで本機を上げてから取り外します。また ACH500 はネズミ侵入防止板があらかじめ本機にセットされていますので取り外してください。本機に傷や汚れなどがないかをチェックすることも忘れずに行います。次に梱包部品の確認です。同梱されていた箱の中の部品を梱包内容明細表と照らし合わせ、すべて揃っているかチェックしてください。ではここからはモータープーリとベルトの取り付け方法を説明します。詳しくは取扱説明書をご覧ください。ヤンマー陽動もみすり機は本機モーターと選別機モーターのツインモーターを採用しています。よって2箇所のセットが必要です。まずは本機モーターのプーリとベルトの取り付け方法から説明しましょう。はじめにすりまい出口蓋を取り外します。モータープーリは 50Hz 用の赤色と60Hz 用の黒色の2種類があります。使用される地域に合わせて使用してください。セット方法は
モーター駆動軸の単面とプーリの単面が合うように取り付けます。次にテンションバネをテンションアームに取り付けます。バネの掛け位置は 50Hz 用と 60Hz 用の2箇所ありますから、使用される地域に合わせて取り付けてください。次に主軸駆動ベルトを取り付けます。主軸駆動ベルトは2本取り付けますので、1本ずつ確実に取り付けてください。最後にベルトを手で回し、確実に回るかチェックしてください。取り付けた後はテンションバネのバネフック長を確認し、規定の寸法に調節します。次は選別器モータープーリとベルトの取り付けです。 ACH600 のモータープーリは表と裏で径が異なり、径の大きな 50Hz 用と径の小さい 60Hz 用になっています。地域に該当する径を外側にして、モーター駆動軸端にプーリの単面が合うように取り付けてください。また ACH500 のモータープーリは 50Hz 用の赤色と 60Hz 用の黒色の2種類があります。使用される地域に合わせて使用してください。次にテンションバネをテンションアームに取り付けます。次に選別駆動ベルトを取り付けます。ベルトを取り付けた後はテンションバネのフック長を確認し、規定の寸法に調節します。最後にベルトを手で回し、確実に回るか確認してください。次に設置場所でのセッティング方法です。本機を設置場所に移動した後、フロアカバーを取り外し、アジャスターを調節しながら本機が水平になるようにします。水準器で水平を確認した後、アンカーボルトで機体を固定してください。次に電源プラグの確認です。プラグをコンセントに挿し、運転スイッチを入れ、モーターを駆動させます。この時昇降機のベルトが銘板の矢印方向に駆動しているか確認してください。回転方向が逆の場合は、電源プラグの緑色のアース線以外の2本の線を差し替えて確認してください。次に配信パイプをセットします。本機ともみ殻貯蔵庫までの配信パイプの長さに合わせて、ご覧の表を目安に吸引プーリの付け替えを行ってください。吸引プーリは表と裏で径が異なります。出荷時は配信距離が約15メートルまでの台径側にセットされています。15メートル以上の配信距離の場合は小径側に付け替えてください。プーリからベルトを外し、プーリを裏返して取り付けます。ベルトはプーリの外側にかけます。吸引プーリを付け替えた場合は、風船部駆動ベルトの調節を必ず行ってください。
使用前の準備が完了した後は、取り外したカバーを確実に取り付け、セッティングは終了です。最後に試運転を行い、不具合のないことを確認します。電源を入れ、自動運転にします。この時、ACH600 は玄米タンク裏のワイヤーを、 ACH500 はリンクロッドを操作し、陽動選別部が確実に作動していることを確認してください。これで納品・セッティングのすべての項目は終了です。すべての項目を理解し、確実に実行することが、お客様の信頼を得る第一歩です。どうぞ取扱説明書と合わせてご覧になり、自信を持って販売活動を行ってください。